ヨハン・ヘルマン・シャインヨハン・ヘルマン・シャインは17世紀ドイツの作曲家。同時代に音楽を築いたハイン・リヒシュツとザムエル・シャイトと合わせてドイツ・バロックの 3S と呼ばれるグリュン・ハイン生まれ。父の死をきっかけにドレスデンへ移り、同地でザクセン選定校の聖歌隊にボーイソプラノとして参加した。シャインは聖歌隊員として歌うのと同時に その並外れた才能を見抜いた宮廷学長のローギアマイケルに音楽教育を受けた。彼は1603年から1607年にかけてプフォルタ校で勉強し、その後1608年から1612年までライプチヒ大学に通い、ここでは一般教養に加えて法学も勉強した。卒業後、社員はすぐにゴットフリートフォン・ボルファースドルフテに、 音楽教師として雇われた。その後彼はバイマルの宮廷学長となり、それから間もない1615年にライプツヒで聖トーマス協会のトーマスカントルの地位につき、同時にライプツヒ氏音楽監督となる。社員は残りの生涯にわたってこの地位にあった。87歳と長生きであった友人のハインリッヒスツと異なり、社員は生涯にわたり、 病気に苦しめられ、幸福で長い生涯を送ることができなかった。彼の妻は子供の出産時に亡くなり、5人いた彼の子供のうち4人が幼少期に亡くなっている。社員自身も結核、痛風、解決病及び腎臓の病気を患った末、44歳で死去している。社員はイタリアバロックの新基軸モノリコンチェルターと様式。 通想低音を理解し、それらをドイツのルター派の文脈に効果的に用いた最初の人物の一人である。シュッツが少なくとも一度はイタリアに旅行したことがあるのに対し、社員は生涯をドイツで過ごしており、それでいて驚くべきことにイタリアの形式を理解しているのである。彼の作曲した初期のコンチェルターと様式の音楽は、 当時ドイツで書物として用意することが可能であったビアダーナのチェントコンチェルティ・イクリージアスティスイをモデルとしている様子が見受けられる。ほとんど宗教を音楽しか作らなかったシュッツとは異なり、社員は宗教音楽と世俗音楽をほぼ同じくらい作曲し、ほぼすべてが歌曲である。社員の世俗歌曲はその歌詞すべてを自らが執筆している。生涯を通じて、 社員は宗教音楽と世俗音楽の曲集を交互に出版していた。これは彼が早期に礼拝のための音楽と社交的な集まりのための音楽を交互に出そうと決心していたためである。この二種類の音楽の違いは極めて顕著である。彼の宗教音楽の一部がイタリアの祈祷用マドリガーレに見られる洗練された技術を用いているのに対して 世俗音楽では主演歌に見られる驚くべき単純さとユーモアが用いられている。社員の作品のいくつかは強烈な表現力を持っており、当時のドイツではそれに匹敵するものはシュッツの作品のみであった。例えば、壮観なイスラエルの泉に関して、社員はドイツのワードペインティングの可能性をイタリアのマドリガーレの形式を用いて、 使い切ろうとする意志を言明している。おそらく社員の最も有名な音楽集は、唯一の器楽集である、音楽の共演員であろう。この曲集には20の独立した変装組曲が、含まれており、それらはこの形式としては、最初期にして、最も完璧な代表作とされる。おそらく、これらの曲は、バイセンフェルスやバイマルの宮廷における晩餐のための、音楽として作曲され、 ビオールによって演奏されることを意図していたと思われる。この曲集には、ダンス音楽も含まれている、パバン、ガイアルド、クーラント、アルマンド、トリプラといった構成である。音楽の共演に収録された組曲は、様式及び主題によって統一されている。ありがとうございます。